ートレース福岡の創刊75周年記念スポーツ日本杯争奪戦、優勝戦前に雨が降り出しました。風は緩やかな状況。ファイナルメンバー1号艇福岡の長野宗志郎、2号艇山口の吉村正明、3号艇福岡の楠原正孝、4号艇佐賀の大久保慎一郎、5号艇長崎の赤坂俊介、6号艇三重の中野浩二、以上6名の対戦です。シリーズリーダー長野宗志郎が1枠をゲット。迫力のパワーで10戦8勝、当地2022年の地区戦以来の優勝をかけて1号艇長野の陰線です。2コースさばき光ります。2号艇吉村正明、3コース地元3号艇楠原正孝、準優勝戦はこの3コースからまくって気を吐きました。自身2回目の優勝をかけて4コース4号艇大久保慎一郎、当地昨年12月からの連続のファイナル入り、5コーススローの位置、安定した着取りです。5号艇赤坂俊介、一定ダッシュ戦6コース6号艇中野浩二、予選18位からファイナル入り、これがデビュー初の優出です。台形は5対1、優勝戦12レース、1番2番3番4番5番、6番の並びです。スタートしました。優勝戦第12レース、1号艇2号艇3号艇揃って好スタート。1周の1マーク、1号艇の長野が逃げていく、3号艇の楠原のまくり差し、続いて2号艇5号艇4号艇1号艇長野が先頭。スタートは前提正常でした。先頭1号艇長野宗志郎食らいついてきました。3号艇楠原2番手の位置、後方3番手は2号艇吉村雄星も、内を取っては4号艇大久保。1周2マーク、先頭1号艇長野、2番手3号艇楠原、3番手は6番4番先に待って差してきた2号艇の吉村正明、3番手は2号艇の吉村がリードも、すぐ後ろから6番と5番が追走。レースは2周目に入っています。2周目の1マーク、トップで旋回は1号艇長野宗志郎、2番手3号艇楠原正孝と地元の2人、3番手は2号艇の吉村正明がキープして向こう正面です。上の3艇は1番3番2番、その後ろは5号艇赤坂俊介、6号艇中野浩二、4号艇大久保慎一郎。2周目の2マーク、トップで旋回は1号艇長野宗志郎、2番手3号艇楠原正孝、3番手は2号艇吉村に対し差してくる5号艇の赤坂俊介は4番手。上の3艇1、3、2、レースは最終周回。1号艇の長野宗志郎トップ好走、初日から圧倒的なパワーを見せてきました。長野シリーズリーダーが優勝へ向かっていく。今1マークをクリアし最後のバックへ、2番手3号艇楠原正孝、3番手が2号艇吉村正明。最終バック上の3艇は1番3番2番3連単の図は 11.1 倍。今年初優勝へと向かってきます。1号艇長野宗志郎、当地は2022年の地区戦以来の優勝で3度目の制覇、自身通算では20回目の優勝。1号艇長野宗志郎、2番手3号艇楠原正孝、3番手が2号艇吉村正明です。先頭1番長野優勝ゴールイン、3番楠原ゴールイン、2番吉村ゴールイン、5番赤坂、4番大久保ゴールイン、6番中野ゴールイン。以上、優勝戦前提ゴールインしました。